岡山の石田製帽の石田と申します。麦わら帽子を作らせていただいてますけども、うちの商品の特徴はですね、こういう細い材料、これで4ミリから5ミリぐらいの幅がありますけども、それをぐるぐる縫ったものを作ってます。素材ですけども、麦わらのこういう細い材料っていうのは今中国で編まれてますけど、すでに手がなくなって編みにくくなってます。で、入手はすごく困難になってますけど、今世界中でおそらく当社に一番たくさんの材料が集まっていると思います。それとうちのデザインはですね、服とか服装ですね、ファッションの方にあまりこう響かない、影響のないような感じで、プレーンでオーセンティックなスタイルをやっていこうということでやっています。すごく丁寧な縫製と丁寧な仕上がりですね。それで海外とかですね、いろんなところから今オファーをいただいています。普段は百貨店さんの、催しを中心に仕事をさせていただいてますけども、今回は常設のお話とかいろいろいただいてますので、頑張っていけたらなというふうに思ってます。ぜひよろしくお願いします。